宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。今日はですね、ちょっとこの話、少し霊感がある人だと、これね、見たことがあるかもしれない。見たことあるかな、部屋の中とかね、外とかでもですね、これね、いきなりね、妙な光が見える。色がついてたりね、色がないっていうこともありますけども、そういうね、妙な光、不思議な光が見えている、見えた。ってことって、そういうことって、ね、ありませんか？あれ、なんだろう？この光はなんだろう？そういうね、不思議な光。今日はですね、これ少し霊感のある人だと見たことあると思うんだけれども、ね、目の端っこに見えたとか、部屋の壁とか、天井とかにですね、あるいはこのカーテンの向こう側にね、不思議な光が見えた。この間もね、これお話をしましたけれども、ある方のコメントでね、あったんです。光のオーロラのようなものが、なぜか急にね、目の前に現れましたと。その光のオーロラは、触ろうとね、こうやって手を伸ばしても触れなかった。で、見えた時に家族もその場にいたんだけれども、どうやら家族には見えてないみたいだった。でね、外出したら、その光のオーロラ、頭の上に30分ほどね、同じ位置でついてきて、それから消えたんだと。不思議な話なんです。でもこの方はね、結構これ長いことを見てたんで、目の錯覚とかじゃない。ね。私の話を聞いてくださってる方はね、大なり小なり霊感がある方って割合としてかなり多いんで、そういう感じの光、ね、光を目撃したことがある。あれなんだろう、何だったんだろうっていう光ね。例えば、これね、夕方とか明け方とかには多いんだけれども、空を見上げてて、ね、こうやって空を見上げてて、ね、あの光何かな、もしかして UFO ってね、そういうふうに思ったっていう方もこれね、多いんです。で、なんで UFO かっていうとね、その光に意志を感じたからなんだよね。意志ね、宇宙人かもしれない、未来人かもしれないしね、ある方はね、そういうふうに書いてきてくださってるんですけれども、ね、それはね、その時に見た不思議な光に見た人がね、これね、見た人が何らかの意思を感じてるからなんです。意思を感じる。つまり、言い換えると、その不思議な光から、生命的なね、生命、命ですね。生命的なものを感じ取ってるからなんです。ね、さっき言いました、光のオーロラを見たっておっしゃってる方なんか、30分以上もね、その光を見てたんで、はっきりね、確認してるんです。そのオーロラみたいな光を見て、その方が感じたのは、空間自体が生きているということだった。ね。やっぱりこの方も
そのオーロラみたいな不思議な光に命、生命を感じた。ね。はい。あなたもそういう不思議な光、そういうの、ね、見たことないですか？ありませんか？見たことない方も、これから見る機会があるかもしれません。じゃあその不思議な光は一体何なのか。この不思議な光ですが、目を開けてる時ばっかりじゃないんです。目を開けてる時ばかりじゃない。目をつぶった時、私は不思議な光が見えることがある。ね、目を開けてた時の光の残像とかではないんだけども、よくわからない光がまぶたの裏に見えているってね、そうおっしゃる方もいます。私はね、この断三観の法というものを教えておりますけれども、断三観の法で目を閉じた時だけ、普段目を閉じた時と違う不思議な光がね見えるんで、怖いっておっしゃる方もたまにですがいらっしゃいます。ね。それこそね、光が生きているみたいに見える。とにかくそこにね、光が入ってくる条件がないのに、そこに見えるはずのないものが見える。不思議な光。少し霊感のある人だと、これ大なり小なりね、この妙な光が見えることがあるんです。ね。ね。さっき私冒頭で言いました。ね。光って言ってますけど、全く正反対。影のようなものが見える。目の端ね、何かチラッとこう動く影のようなものが見えるっていう方も、これでもね、たまにいらっしゃるんです。見えるはずがない。ね。この光と影、なぜ見えるのか、どうして見えるのか。もしあなたがそれがね、見える人だとするならば、なぜあなたに見えるのか。私はですね、ね、私はその人に与えられた鋭いこういった霊的な感性、霊感というものは自分のものではない。この世の財産なんだ。ね。自分のものではなく、この世の財産なんだっていうのがね、私の見方なんです。あなたの霊感は、あなたの霊感というものは、ね、この世の財産である。見えるはずのないものが見える。それっていうのはね、つまり、自分はね、普通の人じゃない。ね。あなたは普通の人じゃないっていう可能性があるっていうね、そういうややこしい話なんだけどもね。まあ、こういう話はまあ聞きたくないかもしれないけれども。でも、世間の大半の人とは違ったところのある、特別なタイプの人、ね。そういう人であるっていうのは、ておく必要がある。あるんです。ね。ね。これ、霊感があるっていうのは、幽霊が見えるとか、そういうね、俗っぽい話じゃないんですからね、これ。本当は、目に見えるはずがないものが見える。感じる力、感じ取る力が強い。ね。で、けれどもね、これね、そのせいで逆に、苦労をするんです。テレパスじゃないけどね、テレパシーのテレパスじゃないけども、人が言わんとするところ、人の気持ち、ね、気持ちが先に分かってしまったり、人の心の痛みをね、強烈に感じ取ってしまって、ね、涙が溢れてしまったりね、ね、泣いてしまったり、感じ取ってしまうがゆえに、ね、分かってしまうがゆえに、
他人と合わせるのに苦労をしてしまう。でもね、この世にはね、そういう人が必要なの。ね、あなたが必要なんだよ。ね、そういう人がいないと、目に見えないものの大切さっていうものがね、この世にね、伝わらないんだよ。ね、そうでしょ？そういう人間がいないと、この世にいないと、ね、この世っていうのは、だんだん殺伐としてくる。だんだん地獄が近づいてくる。でも、人の心を感じ取って、涙する優しい人がいる。目に見えないものの大切さ、ね、その大切さを知る人がいる。人を救いたい。人を救いたいと願い。自然を愛し、守りたいと願い。ね、優しさっていう、そういうね、強いエネルギーに変えていく。そうやって尊いものへと登る階段を上がっていく。でもこれもね、何度も言いますけれども、残念ながら本人にとっちゃね、これしんどいこと多いし、あんまりね、楽しい話、愉快な話っていうわけじゃないんですよ。でね、さっきから話してる光、不思議な光の話をします。そういう不思議な光を見たり、感じたりするっていうのは、ね、これはね、承認なんです。良いとか悪いとかじゃなくって、承認。良い方向に考えたら合格だよね。合格。まあ、承認だから。あ、これね、浄土宗とか浄土真宗の人なら、この光をね、実在する光だって教わってるよね。目の錯覚とかじゃなくて、ほら、無量寿光、すべてを救う、限りない、無限の救済の光。この世とは違う別の次元の光。言い方を変えるとね、あの世を照らしている本当の本質的な幸せの光。なぜあなたにそれが見えたのか、ね、見えたかっていうと、それはね、一つにはね、あなたに知ってもらいたいからなんだよ。あなたに知ってもらいたいから、ね、尊いものへと登る階段を登っていくってね、私さっき言いましたけれども、ただ知っている、まあ、知識として知っているっていうだけじゃなくて、本当に知ってほしい。あなたのその目で見てほしい。これもね、メッセージだよね。大事なメッセージです。魂のレベルが上がる。ね。まあ、魂のレベルが上がるって言ったら、聞こえはいいかもしれないけど、本人はそんなに楽しいもんじゃない。ね、人と魂のレベルが合わないっていうことも多い、ね、それで辛いっていうことも多いんです。でもねさっきも言いましたけれども、見えるはずのないものが見える。なぜ見えるのか。その見える、人が感じないものを感じ取る力、ね、それは自分だけのものじゃない。あなたは天が与え下ろしたこの世の財産なんです。不思議な光が見えるっていうのはね、そしてこの承認なんです。私たちはただ単に毎日生きているわけではありません。魂のレベルが積み上がって、ある人はだんだん神の領域に近いところ、
普通の人に比べたらレベルが高いところまで来ている。光が見えるっていうのはそういうことなんです。そしてね、その光に照らされる、見えない力に守られるっていうだけではない。やがて今度は私たちが目に見えない存在となって、ある者たちは神様の領域に達して、今度は守る立場になっていく。守護する立場にもなっていく。それがね、生きるっていうことの本当の意味なんです。もし今度ね、何か不思議な光をあなたが見ることがあったならば、今日のこの私の話、思い返してみてください。あなたはこの世の貴重な財産なんだ。あなたは大切な存在なんだ。それはね、特別な存在だっていうことの証なんです。ね。ですから一緒にこの階段、尊い光の階段を登っていきましょう。一緒に、一緒に。ね。大丈夫。大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。